そのさすまあ、いろいろ聞いていくんですけど、その今、山本さんがおっしゃったね、その今、なんていうか、結局、ロードスターって、そのチーム全員っていうのは、どこまで言えるのか大変難しいと思いますけど、大体何名ぐらいチームなんですかね。頭に浮かんだ数字が、あと出てましたけど、志ブックというのを作ったので、皆さんも多分、いろんなところで話をしてきたんで、赤い星の志とかの、あれは自分たちがこの車に対する思いを、それぞれの部門のメンバーに全員書かせたんですよ。そのメンバーの数が302名います。だからそういった意味では、もっとたくさんいますけれども、この車にかける思いをきちっと記したメンバーは302名います。っていうのが一つの答えになります。で、その、まあ、その302名を、まあ、山本さんに聞いたわけですけど、先ほどおっしゃってたその小さいことは言わなかった、大きいことを言った。で、特にその302名で、まあ、同じ、こう、なんでしょうね、たくさんの人でが集まって一つのものを作るっていうのは、これなかなか難しくて、全員がその同じテーマであるとか、向かうべき方法とか、そういったものを正確に共有をしないといけない。そのために多分大きいことをいくつかおっしゃったと思うんですけど、そのうちのまあいくつか、特にそのぶれなかった、最後までぶらさなかったっていうのは、どんな言葉をおっしゃったんですかね。まあ、ぶれないためには何をするのかっていうと、自分たちがその車にかける思いなんですね。結局、僕たちが言いたかったのは、志を持とうっていうのをすること言ったんですよ。何がしたいのか。4代目の労働スターで、ね、皆さん自身が何をしたいのか。自分たちの部門でありたい姿を描こう。とにかくそれぞれの部門がどうありたいのかっていうのを書いてみよう、描こう。それを実現しようじゃないか。で、そうすればみんな自分たちが作りたいものを描けば、必ずその間に挟まってできないのがいっぱい出てくるんですけどね。それは一人ではできないけど、みんながやっぱできるから、それをみんなが競争して共に新しいものを作っていこうという思いを出してやっていこうっていうことをね、ずっとできました。だからここまでしかできないからここまでしますとか、いろんな課題があるからできないからここを踏み込まないとかね、そういうのがあって、やっぱりやりたいことをやろう。そうしないとね、絶対楽しくないんですよ。で、そういったことをずっと掲げてきたし、それが4代目を作る自分たちの責任だろうっていうのをずっと言ってきました。